はい、こんにちは、トーレと申します。今回はリゼロから始める異世界生活、通称リゼロの、26話2期の1話の感想とかを言っていきたいと思います。お願いします。自分は原作とかをチェックしていませんので、本当にただアニメを追っていって思ったことを喋っているっていう感じに、なりますし、これからもそんな感じだと思いますので、もしそのなんていうか見逃してるところとかがあったら教えていただければ幸いです。はい、でですね、行っていきましょう。まず全体的なところからっていうとですね、1期の、続きなので、まだ1期を、確認できてない人はもうとりあえず1期をまず確認されることっていうことの前提で、話を進めますね。で今結構1期放送的なのをねしていたりするんでね、ぜひぜひという感じです。で、僕もしまったな、1話からこう改めて見返しとけばよかったって思ったので、はい、そんな感じです。で話としては、レムが、記憶と、名前を、奪われるということで、他にも、クルシュさんという、他の王候補の人も、記憶だけ奪われるというのがあって、それは、何とかするためにおそらく、敵を倒さなければいけないという、流れが、明示されたという回ではありました。はい、ここでの一番大きいのはこの、一気にずっとこう主人公を支えてきたこうレムの脱落が大きいんじゃないかなというふうに思いました。はい、でですね、若干こう、言い方は悪いんですけど、仕切り直し感は結構強かったなというふうに思いますね。2期が始まったということで、2期はこういう話をするぞっていうのを1話の間に、書かれきった内容やったなというふうに思いましたね。で、この、美術的なところもそうなんですけど、演技的なところもなんていうかこうね、これがそのね一時期こうブームを作ったあのアニメだっていうね、すごい貫禄をね感じましたね。はい、で、やっぱりこうね、レムがね、脱落ということで、多分、思い入れが強い人ほどね脳に負荷がかかる感じがなんかすごい、あ、そういえばリゼロってこんな感じだったよねっていうふうにちょっとね、思い出しましたね。はい、で、方向性としてねかなりね、2期がね明確になったっていうことで、2期からまたね、再び思い出しながら楽しむことができる構造になってたんじゃないかなというふうに思いましたね。はい、で、なんていうかこう結構レムがいなくなったことでこう嘆く人も多そうやなと思ったんですけど、僕はそこまでこうレムに対してねすごい執着してるというか、愛着があるというわけではないので、悪く言えばドライにね、できるだけもフラットに見ようという感じではあるんですけど、見てしまってるんですけど、なんか筋としてはなんかこう確かに本筋の正しい流れにはなったのかなというふうに、思いましたね。はい、全体的にはそういう感じで、とにかくこうボリュームがあって貫禄を感じるし、もう声優さんたちの演技も素晴らしいなというふうに、思ったのが1話でありました。ただ流れ的にちょっとね気になった部分もねあったのでね、その点はちょっとね後の方でね考察的にしていきたいなというふうに思いますけど、何分ねよく分かってない人がねアニメだけ見て勝手に喋ってるだけなんでね、話半分に聞いてもらうのがいいのかなというふうに思います。自分的には1話のこの展開はですね、良くも悪くも予想外というところが、ありましたので、その話ができたらなというふうに思います。はい、じゃあ中のね、本筋のところでね、入っていきたいと思いますけど、まず良かったというか、自分がこう印象的だったところは、暴食たちとね、滞在司教というんですか、と戦うシーンですよね。このシーンやっぱりなんかこうその絶対勝てない敵に立ち向かう感がねすごいね良かったですね。はい、このなんで強欲でしたっけと暴食でしたっけが出てきた時に、自分的にはなんかこうねすごいなんか語弊を招いてねって反感買いそうな言葉になっちゃうんですけど、なんかすごいラノベの敵っぽい感じが、しましたね。なんかねあんまりすごい人格者で実力もあるっていう感じではなく、どことなくこうね性格が、よくわからない感じに、なっていてね、味のあるというかね、なかなか濃いキャラクターという言い方ができるんですかね、そういった感じをしてですね、あ、そうだそうだってそうだこういう感じだったっていうのを思い出しましたね。はい、でただ絶対で、勝てない敵にね立ち向かうところのね、レムの描き方はねすごくね印象的ではありましたね。はい、特に自分がこう気になったのはね空の青さですよね。
なんとなくこうあの画面が暗かったりしますよね、あの絶望的な状況って基本的には。でもこれってなんかもう地面には死体がゴロゴロ転がってたりするんですよね、クリスさんもね腕を吹っ飛ばされてね、でまあ普通にね勝ち目はないだろうっていうね2人もいるわけなんで、戦いではあるんですけど、空が青いんですよね、めちゃくちゃ空が青いんですよね。このミスマッチ感印象的ですよね。あのレムの髪の色ともねなんか相まってね、なかなか思うことがあったんですよ。で、レムが戦いながらこうね絶対勝てないけど、まあスバルとの思い出をこう思い返すシーンですよね。まあこれは自分のイメージなのかもしれないんですけど、このねこの輝かしくて青々しい思い出とね、このね戦闘シーンがね交互に出るあたりがねすごいなにくいというか印象的な、場面やったなというふうに、思いました。はい、で、自分的にはあの名乗りをねあのレムが挙げたのは印象的だなと思ったんですけどね、はい、ちゃんと言い直してたのもね良かったですね。まあ世界観的に、なんか名乗りを挙げることがどういうことを意味するのかとか、この暴食の力によってはなんかこうなんかこう名前を挙げたことによってなんかこう不具合が発生したりするかなとも思ったんですけど、まあすいませんけどあんまり僕は詳しいことは分からずにねぼーっと見てるだけなんですけど、ただなんか暴食がの能力とかをこう考えるとなんかできればその食べた名前とか記憶とかをね悪用してほしいんですけどね、個人的にはね勝手な個人的な願いなんですけど、なんか名前を奪うっていうのってすごい能力だと思うんですけど、今のところなんかこう白ゲーとのミスリーディングにしか使われていないので、できれば名前とかを食べて悪用してほしいし、もっとこう、ね、なんていうんですかね、欲を言うならここで、レムが名乗りを上げたことによってなんかこう、後々何かこういい方向に転がると、嬉しいなってね勝手に思ってしまいましたね。なんか自分的にはなこう人のこう死とか戦闘においては何かこう意味を見出したいなと思ってしまうタイプなんで、それを思ったんですけど、まあレムが名乗りを上げたことは印象的でした。はい、でですねまあこの場面はキャラクターのね性格がね改めてね人柄が書かれてね良かったなと思いましたね。なんかビルヘルムさんとかもねそういう感じだったし、クリスさんに関しては一気をちゃんと覚えてる人がにとってはかなり新鮮やったと思うんですけど、ちゃんと冒頭でね、元の様子もね書かれていたのでね、声色とかがだいぶ変わっていてねなかなか印象的でしたね。はい、でまあ表情とかね演技とかね演出とかね本当に本気を感じましたね。なんかもう本当にこのアニメは貫禄が感じるというそういう感じですね。まあまあ特にこの後半のねスバルとですねエミリアのねやり取りはねすごいね、熱がこもっていてですね良かったなと思いました。で自分的に良かったと思うのはまあクリスさんの周りがね良かったなと思ったね。クリスさんでいいですよね、が良かったなと思いましたね。なんかフェリスがね若干こうなんか嫌な感じに描かれてるように見えるんですよね。なんていうかフェリスをあまりみんなフォローしてくれないのがかわいそうだったなと思うんですけど、なんか僕の視点だけで言うとフェリスが唯一正論を言ってるというか正しい判断を下せてると思ったんですけど、この話し合いの中でね、なんか覆せるなら同盟は破棄するのが順当の流れだなというふうに思ってはいたんですけど、でクリスさんももしかしたらこれ記憶が失ってなかったとしたらそれが正しい判断って思ったのかもしれませんよね。なんかこのあたりはむしろなんかクリスさんが記憶を失っていたからこそなんか本来の、義理とかをね、大事にしたいっていう気持ちが出ててですね、なんか性格を改めてね芯の強さを改めて示してくれたっていう感じが出てよかったですね。 なので、ね、ビルヘルムさんとかね、もうな周りこう合わせてですねなんとなくすごく、いい感じだなというふうに、思いましたね。なんかこう、そういう意味では記憶を失ったからこそなんかそういうのを取っ払って本音での話ができたみたいな感じが、自分的には良かったのと、あとだとするとなんかこう記憶を失ったっていうところもなんかそれがうまく生きてきたというかね、そこに意味を見出せるんでなんとなくちょっとそれはそれで救われた感じがするので良かったなと思いました。はい、そんな感じかな。
で、あとですね、自分はここからちょっと批判的というか、批評的とか、なんかよく分かってないのに偉そうなことを言うと思うんですけど、できればね、ご了承いただければね、幸いだと思うんですけどね、了承できない場合は了承できないってね、言っていただいたらと思うんですが、はい。自分がアニメの1話をですね、見てですね、できるだけこう、フラットにね、思ったことをね、言おうと思うんですけど、自分的にはものすごく意外だったんですよね、この展開が。ストーリーものとしては王道だと思うんですけど、ストーリーじゃなくてこのタイムループディープものというんですかね、そういうのとして考えると、ね、この展開ってこうは普通せえへんやろうなと思ったんですよね。ちなみに自分は原作が分かってないので、なんかこう原作の段階でこうなのかとか、アニメの演出としてこういう風になったのかとかね、尺の都合とかね、そういったことに関しては全然分からずにね、述べていますのでね、多分的外れなこともあると思うんですが、はい、一応言っておこうと思いましたね。こういう、こう純粋な単純な感想って大事だと思うんですよね。まずですね、1話で書かれた部分、僕は絶対数話書けると思ってたんですよね。なんでかっていうとですね、これってめちゃくちゃ、この言い方言うとまたね、怒られるかもしれないですけど、美味しいんですよね、すごくね。めちゃくちゃ大変な戦いをして一段落ついた時にですね、レムの話を出してですね、やった時にですね、ヒロインがそれを覚えていないっていうね、これすごい面白くなるじゃないですか。話が絶対面白くなるじゃないですか。まずなんでヒロインはそれを覚えていないのかっていうところの言及がですね、始まるわけですよ。で、今までの伏線で言うと、だからその白芸に何かされたっていう可能性がねすごくあるんですけど、そこを明らかにしていく、つまりレムに何があったのか、みんなに何があったのかっていうところを明らかにしていく。で、レムを見つけるまでの間でもいろいろドラマが書けるわけなんですよ。今回みたいな状況になってたとしても、レムがいなくても今回の大筋ってその分かると思うんですよね。特にクリスタンとかの周りの話って、クリスタンが記憶を失っていればそれで、できる話なので、スバルのね心情とかはだいぶ違うと思うんですが、レムを見つけるまでのところですごいいろいろ書けると思うんですよね。なんていうか、みんなレムのこと知らんから、とりあえず怪我人やと思ってなんか病院に連れて行かれたとか、なんか別に大きな組織が動かなくてもいいんですよ。なんかみんなが普通にしているだけなんだけど、レムのことみんな認識してないから別のところにこうね連れて行かれるとかね、そっちの国でなんか別の内乱とかがあって事情があって移動させられたけどみんなわからないとか、なんかそんな簡単なことでもいいんですけど、レムを見つけるまででも相当結構面白いことになると思うんですよね。だからスバルだけがレムを知っている世界っていうのを書けるので、でもそれを書かなかったんですよね。で、自分的にはこうレムが、いなくか、みんな忘れてるっていうところで、白芸のことを思い出すならっていうか、リゼロの話の中では、白芸に関してはのことだと思うんですよね。多分そのみんなが記憶から消えるっていうのは白芸の攻撃だと思うと思うんですよ。で、だとするとなんかもうスバルはそれを指してですね、まずこの冒頭からですね、僕は即自殺すると思ったんですよね。みんながレムのことを忘れているで、レムは白芸の死体を郵送していたっていうことは、白芸の能力を受けてしまったんだとすると、レムは死んでる可能性がすごく高くて、で、その可能性を考えるなら、スバルは一刻も早く死ぬことによってセーブポイントを巻き戻す必要があるんですよね。なぜなら前回のセーブポイントは、レムと別れた直後の会議の話だったので、あそこの段階ではレムはまだ生きている可能性が非常に高かったんですよね。ですので、スバルを即時殺からスタートっていうね、なかなかこうセンセーショナルな2期の始まりだと思いませんか。なんか絵になると思うんですよね。なんか主人公はヒロインに愛の告白をした直後自殺しました、なぜでしょうみたいな、そういうなんかこうウミガメのスープっていうこうゲームがあったりするんですけど、確かに順当な流れで主人公の行動としては理にかなってるんだけど、文脈だけを、で文脈というか文面だけを見るとすごい矛盾したことになっているっていう、そうですね、告白した直後に自殺っていうね、そういう感じになるところで、なかなかなんかそういうものはタイムリープだから描けるところもあるし、そこで死にぼのり設定っていうところでね、そっから始まるとばっかり思ってたんですけどね、全然そんなことなかったですね。はい。で、これですね、この文脈がね作れたのにね、もったいなかったなっていうね勝手なあれなんですけど、で要はこれを
なかったっていうことだけやったら、ただ単にこう僕の好みじゃなかったというか僕の予想と外れていたっていうだけの話なんですけど、やっぱり自分的にはここを1話にまとめてしまったことって、こう若干こう構成的なデメリットもあるんじゃないかなと思って、一応それをこう書いておこうかなというふうに思いましたね。形として何が起きるかっていうと、1話にレンも退場させてしまったことによって、得るものもあって、それはちょっと後から言おうと思うんですけど、まずちょっとデメリットとして、やはりこうストーリー上の都合感がすごい出てしまうんじゃないかなって。自分はこう都合の良すぎる、都合の悪さって便利な言葉だと思って勝手に使ってるんですけど、なんかストーリー上都合が良すぎる、主人公や周りのキャラクターにとっての都合の悪い展開、を感じてしまうんじゃないかなっていうのを1話に思ったんですよね。はい。このあたり感じなかった人もねだいぶいると思うんでね、それぞれだと思うんですけど、1話の段階でですね、まず構造がねはっきりしてしまうんですよね。こう謎を解いていくっていう要素が一切ないんですよ。犯人、レムがその記憶を失ってるってところで、1期からの引きという意味でもあるし、2期の始まりという意味でもあるんですけど、いきなりも犯人分かりましたと。でレムの状態がどういう状態かも分かりましたということで、どうしなければいけないかっていうと、やつらを倒しなければいけないっていう話ですね。魔法ではどうにもならないっていう話だったので、ということが全部出されてしまうんですよね。でしかもどうやらそういうことらしいっていうことじゃなくて、犯人についてもレムについてもですね、もうアニメーションとして描かれてしまっているっていうね、確定事項としてね、置いてしまったっていうことでですね、もうその謎を解き明かすための話を書きたいからそうしたとかそういうことじゃなくて、かわいそうなヒロインたち、主人公たちと、憎むべき敵っていう構造をね、あまりにもあからさまにこうバンって1話に出してしまった感がね、出ちゃったんじゃないかなっていうふうにはちょっとね、思いましたね。で特にそのレム側に落ち度がなかったんじゃないかなって僕の視点では思ったのが大きくてですね、レムに何らかのこう落ち度があったとするんだったら、こういうふうになったっていうことも因果によってわかるんですけど、そのスバルと別れたことが悪いって言ったら、それはそうなんですけど、レム側に基本的に落ち度がないところですごい不運に見舞われるっていうね、いうところでではですね、その落ち度の面で言ったら、フェリスもそのクルシさんと別れていたので、フェリス的にはめちゃくちゃこうスバル並みに落ち込んでるというかね、気にしていたんだとは思うんですけどね、その辺も書いてほしかったところはあるんですけど、それは今関係ないんですけど、かわいそうなヒロインをね、と憎むべき敵っていう構造をね、あからさまにしてしまうのはちょっと、1話でしてしまうのはいやらしいというか、それをするためにこうレムがひどい目にあったみたいに見えちゃうんですよね。で、レム側に落ち度はなかったし、スバル側に落ち度はあったのかっていうと、スバル側の落ち度は若干あったとは思うんですけど、スバルの行動で、ここまで転がってきてるので、でも、スバルはそれに対してはあまり、考えていないというか認識していないというかね、お前のね英雄が助けてやるっていうね、そういう構造で、1話はね終わってしまったので、こういうところの構造をなんかこうあからさまに作ってる感じが出てしまったのは、自分的にはやっぱりあまりよろしくないんじゃないかなというふうに思いましたね。で、特にですね、なんかこう敵を倒すためのモチベーション補強に見えちゃうんですよね。もうはっきりと敵を出してしまった場合、メリットもあるんですけどね、でこの場合なんていうかこう、いわゆるその簡単な小説とかにありがちなこの敵が憎いから倒してすっきりしたいっていう、敵が嫌いっていうね、そういう感覚での構造にねなってしまうわけなんですよね。これもちょっとなんかこういやらしいというか、敵は敵のねやり口とかね、それこそ、思想的なものとかがあってですね、手段として戦わなきゃいけないんですけど、もう戦って殺さなきゃいけない敵として出てきたみたいな感じに、なるのは自分的にはあまり悪役にこう魅力を感じれなくなる要素ではあるので、人によってはそういうのが好きっていう人もいると思うんですけど、自分的にはね、そのストーリー上の都合で出てきたそういう役割を持った敵として見えてしまうのが、残念だなと思いましたね。でですね、
この都合のストーリー上の都合を見るのがやっぱりこのレムが消えることによってスバルが一人悩み苦しむことができるっていうその、なんでしょうねあのストーリーを作る上での都合の良さみたいなのをね感じてしまうんですよね。あのなんでかっていうとそのレムっていうのが、スバルと心を通じ合わせて信頼し合ってるというのとはちょっと違って、むしろスバルのことを全肯定してくれる存在なわけなんですよね。なので、スバルがですね基本的にこうループものにこうありがちなですね一人でだけ事情を知ってるけどうまくいかなくて悩むっていう構造とはですね、レムがいると全然こう攻略難易度が変わってくるんですよね。全然状況は把握してなくてですね体験もしてないんやけどスバルが言ったことをお願いしたことを絶対聞いてしまって単独で動ける一人っていうのが、いるっていうのは、本当にその一気そのスバルを支えてくれたのはレムだったっていうところがね、大きいところもあるがゆえにですねレムがいることによってかなりこうその絶望感が和らいでしまうというところで、その強すぎる味方がストーリー上こうちょっと邪魔やから退場させたみたいな感じにね見えてしまうんですよね、でエミリアそうかっていうと全然そういうことじゃなくてですね、いるので、それでなんていうかこうまあかわいそうなヒロインとしてね1話にしてポンって置かれたっていう唐突さが、際立ってしまったんじゃないかなというふうに、思いました。でまあ逆に言ったようにエミリアとスバルのですね絆をね深めあるための、舞台としてはちょうどよくなっちゃったっていう、感じですよね。エミリアの自体はスバルのことをすごく信頼してるんですけどエミリアとスバルはどちらかというと人格的な対等さを持っているというか、それぞれの主張とか考え方をですね、がありますのでスバルの思うようにですね何でも動いてくれるというわけでは、ないというところで、死に戻りの設定とのね相性はすごくいいということと、実際こうエミリアとスバルがですね絆を深めてですねエミリアを王にするっていうのがね本筋ではありますので、それをするために若干強引に、レムが退場したみたいに見えるんじゃないかなというふうに、ちょっと思いました。で、ただそれは1話でそう見えるっていうだけで、どう転ぶかっていうのは今から全然なわからないことだと思いますので、ただですねやっぱかなり思い切った決断やったんじゃないかなというふうに、自分は思いました。はい、皆さんねどうでしょうねどういうふうに映ったのかなっていうのはちょっとね、興味深いところではあります。はい、ただですねこれをしたことによるね、メリットもね明らかにねあってですね、とにかく2期はこれっていうのがねはっきりしてるのは大きいと思いますね。1期からねかなり期間が空いているっていうのと1期で綺麗にねまとまっていたので話としては、そういう意味では2期はこれっていうのがねはっきりしたのはいいですね。見る人のモチベーションもしっかりと、ね、管理してもらってる感じがします。で敵の紹介があったっていうのはその謎解き的な要素とか、真相を追求する要素としては薄くなるんですけど、逆に敵の圧倒的な強さを見れたっていうことでですね、敵自体を楽しんで見ている人とかですね、一体これをどうやって倒せばいいんだっていうようなことをですね考える要素としては相当、面白いなというふうに思いますね。特にこう敵の強さの数字とか敵の強さの能力とかをですね、こう並べてみてねああだこうだ考えるのは非常に楽しいと思いますので、そういった楽しみを持っているということは、かなり大事なことだとは思います。はい、で、今後来る圧倒的絶望感のためのですね、下地は全部揃ったというね、感じではありますので、そうこれがリゼロなんだよっていうところが、ありますね。すんごい絶望的なところで、スバルが頑張るっていうところが、リゼロなんだっていうのなんとすると、やっぱりこうリゼロを2期もちゃんとやるために、状態を整えたっていう感じが、あるかなと思いますね。で、やっぱりさっきも言いましたけど、エミリアとスバルはある意味こう対等な関係ではありますので、本来の目的であるこうエミリアを王にするっていうね、スバルのためにですね、スバルにとってエミリアは一番大切な存在でなければいけないんで、そのための、2人の物語がね、始まるという形になるとですね、レムは若干モチベーションとしてね配置されてしまったっていうところにはなるんですが、この2人の物語をするっていうのが本来のねリゼロのそのスバルの目的やとするなら、正しいルートのための、舵取りがしっかりされたということも言えますので、今後の2人の関係に対してはねすごいね期待が持てるんじゃないかなと思いますね。自分は一気においてこの2人の関係性ってこうあんまり深まってなかったような気が、していたので、一気の最終巻に関して、エミリアに
対する思いとかはそこまでなんかこう共感はできなかったんですけど、ここでしっかりねまとめてくれるっていうのはね嬉しいなというふうに思いました。はい。でやっぱりこのね、理解してもらえないタイムループもののね面白さをねこれでね味わえるようになったなというふうにね、自分が勝手にね、思ってはいます。でただまあ采配としてやっぱり自分的にはこう1話のですねレム排除急展開が、やっぱりストーリー上の都合がすごく見えてしまう感じがあって、気になったので、今後の展開と一緒にね、ここら辺は回収してもらえあのまあ解消してもらえたら嬉しいなというふうに、思っています。はい、すいません、長々と話してしまったんですけど、すいませんね、こんな全然ない、なんかこう、ちゃんとしたところ分かってなくてね、勝手なことを喋ってしまったんで、不快な方、思いをされた方もいると思うんですけど、はい、そんなわけでですね、今回はですね、リゼロをですね、もうすっかりですね、もう自分もですね、リゼロ見るモードにね、切り替わってしまったなというふうに、思いましたのでね、はい、一応まあ楽しんで見ていきたいなと思います。ただまあ感想とか考察とかを上げていくのはどうかなっていうふうにちょっとねよくわからないんですね。またちょっとご意見いただけたらと思うんですけど、自分はまあアニメをね一話ずつね追いながらまあ楽しく見ていきたいなというふうに思ってはいます。はい、すいませんね、ちょっとねなんかこうね、嫌な意見もて言ったと思うんですけど、はい、なかなかとねご視聴ねありがとうございました。もしまた次回ね機会ありましたらよろしくお願いします。